え、めっちゃすげえな、この頑張り薬。こんなに回復するやつ俺作れたことないぞ。あいつら次は返り討ちにしてやる。お前は？姉子が無事でよかったっす。だからこんなとこでおたらから探しなんてやめようって言ったのに。いや、お前は？ねえ、俺はそっちの人に頑張り薬もらったんだけど、お前は？お前は？逃げんの？くっそ、この野郎。こんなとこでお宝探し、ああすげえ廃墟だな。確かになんかお宝の一つでもありそうな気配はあるけど、別になんもないのか。ちょっと塔も行きたいけど、やっぱ俺さっきの場所にあると確信してるね。あーでも地図まだ見れねえのか。写し絵探すにしても結局地図見えた方が近道か。しょうがねえな、塔先に行くか。じゃあ近いし。あーガーディアンいる。いよいよ来たな、ガーディアン出るようになってきたな。ちょっと待てよ、あちょっと待て、猫はここにいろ、俺一人でやる。いやでも本当にね、優秀なんですよ。矢がさ、あっかれの研究所で買える矢構えとこう。これね、古代兵装や一発だもんだって。はい、見つけました。でガーディアンがこっち見つけると、もうこっちを狙うために弱点の目をこっちに向けてくるからさ、一発なわけですよ。だからもう多分最近はガーディアンもうそんなに怖くないね。いてえ、なんですか、なんですか、あいつか。くっそ、なんで俺が猫に嫌われたのかと思ったじゃねえか。いいがだんごだ、いて、食らっちゃったわ。よいしょ。あーびっくりした、急に暴れ出すからさ、猫が、俺の猫が。よかった、俺が嫌われたわけじゃなかったんだね。さてと、ちょっとな、一見倒れてるガーディアンでもさ、あそこのやつとか光ってんもんね。ちょっと厄介そうだよ。この辺は大丈夫、ちゃんと壊れてる本当に。うん、動かないやつからはこうやってアイテム手に入るから。琥珀、なんかバレないように生きてえな。あんまり怖くないとはいえ、うわーバレてる。じゃあなんかさ、ああいう動かねえやつってさ、歩いてるやつよりなぜか耐久高かったりすんだよね。俺の気のせいじゃねえよな。一発ぶち込んでみっか、確かめるためにも。ちょっと蛮族装備にしよう、攻撃力アップ。これで倒せなかったら大事でしょ。だって一旦物陰に隠れて、よし、確実にぶち込む。あ、いけたわ、ごめん、いけたわあれ俺気のせいかな。でもあんま美味しくねえんだよ、歩いてねえやつって。倒してもそんなに素材もらえないからさ、矢で倒しちゃうとさ、矢作んのに使った素材分をペイできてるか微妙になってくるわけだよね。動かないやつはなるべく剣とかで倒したいかな、マスターソードとか。動いてるやつは矢でもいいけど。あ、そういう感じになります。なるほどね。くそ、さっきのあいつか。ちょっと裏側回ろ。よし、着いた。最後になっちまったな。ちょっと最後は景色いいのがいいな。寝ようぜ。薪を置いて火炎の剣で殴ればどこでも寝泊まりができる。朝まで、朝にしよう、せっかくだから。だってこれ最後だからさ、最後の解放よ、地図情報。寂しくなるな。
はあ、いい景色。平原だね、本当に。平らな。これは馬が役に立ちそうだな。実際猫で来たけど、猫連れてきてよかったわ。山とか多い場所だとさ、結局馬使わなかったりするけど、登ったりするから。こういう平原だといいね。そうだな、あの白馬なんか捕まえといてよかったな。ゼルダ姫のお馬様の子孫。広すぎー、埋まっちゃった。すべてのマップが追加されました。そんなこと言ってくれるんだ。なんか最後って悲しいよね。終盤に、あ、マスターソード壊れそうだ。終盤になってきて寂しくなるのはいいゲームの証ってことなのかもしんないな。で、城がここにある。どうなんだろうな、これ普通に後ろからズルしてビュンって飛んじゃうこともできんのかな、やろうと思えば。パラセールで。でもここも別に高さ的にそんな高いわけじゃないから難しいのか。んー、なんか複雑になってんな。あ、こことか怪しいですね。アルバムのさ、この感じ、この感じ、なんか雰囲気あるじゃん。この丸い柱とかあってさ。あー、ここ絶対そうだよ。一個これほぼ確定でしょ。で、もう一個城の近くっぽい、これはなんか城の外周っぽいからね、この感じ。もう本当に城の近くのさ、そう、なんかこの辺のラインとかさ、そういうとこにありそうだよね。敷地内だな、これ一番最後になるかもな。だからで、双子山が見える場所、これも見つけられそうな雰囲気がある。で、マップ情報出たから、この双子山の隙間が見えるっていうことが前提条件なので、あ、ちょっと直線上で行くとこの池の近くとか怪しいんじゃない。それかこっちの湖か。よし、探そう。楽しくなってきやがった猫猫も待たせてるし、行こう。あー、でもちょっとこう引きで見て全部埋まってんのいいな。祠もまだいっぱいあるだろうから、全部埋めたらそうだな、終わりが近づいてきやがったぜ。猫、うん、なになになに、あー、そうでした、いるんでしたね。ちょっと待って待って待って、撃つなよ撃つなよ撃つなよ、あぶね。ちょっと猫乗らせて、邪魔だな、もう邪魔する勢力が多いな。あの双子山の隙間が見えてきたな、だんだん。で、この池の近く、あー、これもう確定でしょ。なんかこんな雰囲気じゃなかった？ちょっとなんか地面が盛り上がってて、白い木がよく生えてる場所。この木、この木、白い木で、ちょっと具体的なポイントが見当たんねえな。どの辺だ、あの地面が盛り上がってる場所。ヒヒーン、あー、池の真ん中に、そっか、なんか島があって、その島が見えてんのか。これはそうっぽいよね。どこだ、一体どこなんだ。あ、これじゃね、あのちょっとボコってなってる場所。あー、光ってる、やったー、嬉しい。こうなんかカンギスの助言に頼らず自分の足で見つけたからすげえ嬉しい。ちょっとたまにはあれだな、顔変えとこうかな思い出した、あの瞬間の顔を。これにしとこ。この場所、ゼルダ姫と一緒に来たことあるでしょ。まさか、
これな、なんか序盤の頃からさ、双子山見えるからここなら見つけられるかもってずっと言ってて結局最後の方になっちゃったね。あの日もちょうどこんなよく晴れた日だった。これからゴロンシティに向かいます。これは本当にそうだな。あの神獣とダルケルの相性を高める調整を行わねばなりません。うん、ダルケル呼び捨てなんだ。何とか動かせたとは言っても、まだまだ未知の部分が残されています。それでもあれは人の手で作られたもの、人工のものならきっと理解できますし、使いようもわかります。だから私は必ずあれを薬剤ガノンに対抗できるよう仕上げてみせます。使命感が強いなあ、責任感というか、まあ本当にやるべきことができてないからっていうあれがあるんだろうね。そう、封印の力が出てこないっていう。あなたはその背中の剣を使いこなせていますか？もちろんです。その剣に宿るという内なる声、それが聞こえているのですか？めっちゃ聞こえてます。終わった。その顔でよし、間抜けな絵面が取れたので満足です。忍びに戻しときます。これであと2つになっちまったな。まあもう一つ、ここは本当あそこで確定でしょ。ここか、ここ目指そうか。とりあえずピンでも立てといて、そしたらいよいよもうあと1個だな。これだけは場所まだ特定できてないけど、これなんか何気に難しそうだな。この場所似たような場所いっぱいありそうじゃん、城の周りなんて。とりあえず行こうか、赤いピンの場所。でも思ったよりガーディアンいねえな。城の近く行ったらもっと増えるかな。ああいうの襲撃したくなるな。なんかなんでだろう、これ城の近くですさあ、敵強い敵いっぱいいんのかなって思ってきたけど、なんか赤とか青のあんま強くないゴブリン多くない？あーでも白いるわ、白が2体もいる。ちょっとここ厳しいかもしんないな。白のボコブリンって超強えんだわ。どうしたもんかね。とりあえず爆撃するか。ドーンで、こんなとこに敵がいるなんて奴らは思いもしないでしょう。ちょっとまた爆撃決めてやろうかな、爆弾屋で。おるが、これ気持ちいいな。あーでも白いやつには言うほどダメージ入ってねえな。ドーン、結局直接行くしかねえよな。おるが、よし、ちょうどマスターソード使い切ったな。オーダー、よし、確実に消していってる。で問題は白いやつよ、強いからな。よし、ここで装備を攻撃力の高い蛮族に変える。いや下からじゃ不意打ちの文字が出ねえ、なかなか。あ、出た。おら、落ちんなよ、この場で仕留めたかったのに。ほらいっぱいいるじゃん、ここだと。よし倒した、めちゃくちゃ強い白のやつを。よし、これでもうやつらは壊滅よ。あいつ矢打ってくんだ。ん、あ、ちっか、お前は死ね。やべ、間違えて爆弾矢打っちゃった。もったいねえ。くそ、いや、撃ってくるやつばっかになっちゃったな。よし、であとはあの白いのだけだけど、あいつ俺のこと見失ってんな。
あ、でもバレそう。あ、バレなかった。バカでよかった。別にバレても問題ないけどな。いや、撃ってくるタイプは援護に回られると面倒だけど、刺しだったら別に強いことないから。よしよし。まあ別に倒したからってどうってこともないんだけどね。行くか。なんか全部の拠点にあの全員倒したら悪宝箱置いてほしいよな。あれないといまいち拠点潰しても達成感ねえよな。ん？なんかカラカラ音が聞こえる。あ、コログだな今の。なんかわかる、キラキラした物体が動いてんの。同じ道通るからもう一回ここ来るはずなんだけど、なんか複雑な道通ってんな。捕まえた。よし、こういうパターンもあんだよね。カラカラ音がしたら3個か。寂しいな。ぼったくられたからな。次強化するとしたら弓ポーチかな。ごめんごめんごめん。ごめんね、ぶつかっちゃったよ。うわ、いる、今いたぞ。歩いてるタイプ。ちょっと剣で倒してみるか。うー、怖っ。弓を使わず、できれば気づかれずに近づきたい。でその上で気づかれちゃった。くそ、まずいぞこれは。オーラオーラ、よし。足をね、一つ破壊するとダウン取れるんですよ。で、その間に、こうぐるぐる回ってれば、こう全部の足を潰す感じで攻撃していくと、すごい楽。すげえかわいそうな殺し方しちゃったけど。しかも足壊すたびに、なんかネジとかバネとか、まあしょぼい素材だけど落とすんだよね。よし、あ、コアだ。ラッキー。よし、なんかもう怖くねえな、そんな。あ、なんかいる。えい、弱弱。なんで喧嘩売ってきたんだ。いや、喧嘩売ってきたのかどうかわかんないけど、ただ通過するだけのつもりで俺が通り魔的にやっちゃったのかもしんないけど。さて、なかなかつかねえな、寄り道しちゃうから。まあ寄り道っつうか、ガーディアンは見つけたら倒しとかないと怖いしね。あのレーザー狙われたらさ、そう、ここ障害物があんまりないからさ、平原でガーディアンに狙われると厄介そうなんだよね。あのレーザーの射線を遮るもんがないからさ。ん？ちょっと待ってね。せっかく目的地の近くなんだけど。おお、まだ祠があったか見つけてない。しかもチャレンジ系なら見逃してもしょうがないけど、こんな隠そうともしてないやつあったか。まだ、あー、でもこの場所も一応あれか、この中央ハイラルの敷地内ではあったか。なるほどね。 よし、まあでも今の目的地の近くまでは来たんだよね。ここ本当に、あ、あれか。あ、これ間違いねえな。城の正面でもあるしさ。まあだいぶ錆びれてはいるけどね。100年経って来たぞー。あと1個にガーディアンくん。怖いけど行く。つまで来たか。まあクリアするまでには全部見つけときたいからね。城の近くまで行ったらまたもう一つのやつも探したいけど。
今の剣に選ばれし、ハイラルの勇者よ。あ、みんないる？そのたゆまぬ努力と、結実せし剣技を認め、女神ハイリアの名において、かわいい、ミファ。祝福を授けん。空を舞い、時を巡り、ディーバルもいる。黄昏に染まろうとも、結ばれし剣は、勇者の魂とともに、めっちゃ緊張しとるやん。さらなる力がそなたと、そして大魔の剣に宿らんことを。遥か遠き過去に生まれし、みんなどっかしらにあの前途多難みてえだ、ね、水色の布つけてんのかな。何言ってんの。お月の騎士任命の記念に太古の伝説真似てみろって林立てたのあんただろう。とはいえ彼に対する態度に関してはあの姫と気が合いそうだよ。僕あれそうなの。しょうがないよ。嫉妬ってこと。あいつの存在は、そうコンプレックスの象徴みたいなもんだから。そうだろうね。大魔の剣に選ばれた自分は何にも選ばれてないっていうあるんだろうな。リーバルが言ったのもそういうことだよね。きっと自分の方が技は優れてるのにあいつが剣に選ばれたからみたいな態度を100年前は取ってたんだもんな。今のが一つ目の記憶ってことになるよね。この写真の位置的に。なるほどな。でもなんか英傑同士が喋ってんのいいな。今じゃもう叶わない光景だからさ。ね、真珠のとこに行って一人一人会話はしてきたけどさ、英傑同士のあれは思い出の中にしかないから。で、あと一個だよ。これは城の近く行った時だけど、またちょっと必ずクリアまでには探そう。見つけよう。で、12個全部集めた上で、またインパ様に報告すりゃいいんだよね。写し絵の記憶。残すところあと1箇所だ。いや、なんか何度も繰り返し言ってるけど、本当にもう終盤なんだな。ちょっと悲しくなるよね。一旦ここで中断しとこうかな。まあ近いうちにもういよいよここに乗り込まなきゃいけないんだけど城の中に。まあでも来たばっかりのこの中央ハイラルか、中央ハイラル地方、もういろいろちょっと調べときたいからさ、個人的に。うん、それはまた適当にやっとくので、いよいよ城に近いうちに乗り込みましょう。何巨人の森って気になる。はい、一旦中断します。ありがとうございました。